ホームから。右側が広電西広島方面草津駅は広島県広島市西区草津東2丁目にある広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は M23。草津は古来軍港として利用されていた港町で当地に設けられた魚市場からは海産物が広島市内へともたらされてきた。そのため草津には輸送の需要があり。 鉄道を通す動きも早い時期から存在した。広島電鉄の前身、広島ガス電機によって、鉄道路線が開通したのは1922年8月のことであり、当駅はこれに合わせて、草津町駅として開業した。当時の路線は、小井町駅から当駅までの 2.8km 余りであったが、1年半後の1924年4月には、 初日市町駅まで延伸している。駅名が草津へと解消された時期は不詳であるが、1952年から54年頃のこととされる、二面二線の地上駅。線路の南に広電宮、島口駅方面へ向かう、下りホームが、北に広電西広島駅方面へ向かう、上りホームがある。両ホームは通路で結ばれ、駅の広電宮島口寄りには、 踏切がある。以前は、ホームの南側に、海産物輸送のための側線、北側には、駅舎があったが、駅舎は1971年2月に、火災で消失、側線も海産物輸送の廃止に伴い撤去された。なお、側線に接して設けられていたホームは、当駅で、折り返す、市内線乗り入れ電車の乗降場も兼ねていたため、停車車対応で、そのため、当時、 高い床車対応であった本線のホームとの間で床面が傾斜していた。以下の情報は広島市統計所に基づいたデータである。1日平均乗車人員データは年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2を丸めて小数点1位の値にしたものである。広島電鉄のデータは線で丸めて提供されているので1年ごとでは プラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。駅は旧草津町の中心部に位置する。周辺は古くからの住宅街が広がり、神社、仏閣も多く点在する。南にしばらく行くと宮島街道に出る。その南側は1970年代以降に沿岸部の埋め立てによってできた住宅地や商工センターの東端部となっている。 ありがとうございます。